今ポルトガルのエストリルサーキットにいます。でなんでエストリルか、こう結構狭くて難しいレースコースなんですけど、実はセナが、1985年にロータスで最初に F1 で優勝したメモリアルサーキットなんですね。でここでマクラーレンの800馬力セナモデル、まあ、公道を走れる最もあのレーシングカーに近い車として登場した800馬力のセナモデル、ついにここで走ることができます。車両重量、ヨーロッパの測り方で 1.2 トンの800馬力ですから、もうそれを聞いただけでどんだけ速いのかということですね。で速さは軽さとエンジンとタイヤなんですが、実はこの車 F1 の空力の技術をふんだんに使ってますので、250キロを走った時のダウンホースが800キロですよ、が車の上に乗っかるんですね。ですから、まあ、メカニカルグリッププラス、空力のダウンホースで、まあ、コーナーがとびっきり速い。だからタイトコーナーは意外とダウンホース使えないので、まあ、やっぱり800馬力800ニュートンバーっていう感じなんですけど、まあ、途中で200キロぐらいの中高速コーナーがあるんですけど、そこはもうイージーフラットでいけるんで、このまあセナモデルをこのエストリルで乗るのに、まあ、720マクラーレンで練習してくださいというなんか粋なイベントです。見てください、もう空気の流れがもうありとあらゆるところ、もうこの空気の流れで、この車の存在価値がありますから、まあ、真空状態のもし月にサーキットがあったとしたら、この車のポテンシャルは半減するかもしれません。オールカーボンで作られて、1.2 トン、まあ、800馬力、ダウンホース800キロ、800ニュートン、もう800っていう数字がもうこの車の一つのアイコンになってますが、まあ、往年のセナが、まあ、生きていたらこの車をどれほど喜んだのかなと思いながら、今日はセナ、アイルトンセナを忍びながら、この800馬力のマクラーレンセナモデルをテストドライブしてます。 OK。セナモデル、セナが1985年に F1 初優勝した時のエストリルサーキット。おー、レスポンスいいね。4リッター V8 ツインターボ、800馬力800ニュートン。今タイヤが冷えてるんで、まあ、空気圧をセットしましたから、タイヤの温度が上がるまで、もう下のトルクがあるから、その気になれば4速でもヘアピン走れますね。もう暑いでエアコンが、この辺からもうダウンホースが効いて、車体が路面に押さえつけられる感じ。まあ、普通に走れば普通のスーパーカーですけどね、ひとたびアクセルを思いっきり踏むと、ここは立ち上がりでちょっとバンピーな路面があるので、この先の右が有名なパラボリカ、この車で4速で行くけど、だいたい2G 近く出るそうですね。さあストレート、275ブレーキングハード、強くブレーキ踏んで3速で回ります。レースモードでリアがムズムズってきてますけどね、ここもトルクがあるので3速。おっと、おダウンホース、250キロで800キロのダウンホース、ファンタスティック。センキュー。いやー、とにかくテクニックと体力両方ないとこのマシン乗れないね。まあ、ブレーキが効くのはいいんだけどね。横 G がすごいね。